大東亜戦争時の昭和17年、ジャワ方面第16軍司令官の今村は、乱印作戦を成功させ、ジャワ島を占領しました。その際に今村はまず、政治犯として刑務所にいた後の大統領ソカルの、あなたの政治的信念に従って行動してください、と、出獄させ、他にもオランダ軍将校のサーベル態度を認めました。さらに、我々は、ジャワを占領している。しかし、現地民の誇りまで奪うことは、あってはならない、と全文布告を出しています。その今村の軍政とは、学校などの施設を建設。禁止だったインドネシアの独立化の待機、前走諸国のオランダ民間人の自由な居住権を許可、捕虜のオランダ軍人も敵対行動しない限り自由な交流を許可、などを実行し、現地の人々から支持され、日本人に親しみも寄せられました。さらに、オランダ人は敵対心もなくなり、治安も良くなっていました。しかし、これを意思としない者も陸軍中央には存在したのです。そのためか、今村はジャワからのバウルへ、左遷されるかのような移動を命ぜられます。正しい行いであっても暴力や権力に潰されたのは、現在に至っても改善されない社会構造、それでもなお正しく生きる、誉れ高き日本人でありたい。